はい、ということで、トムさんこんにちは、アンシーチャンネルと申します。本日はですね、神風くんの豪華なお家に来ましたが、今日はね、朝から神風くんはいません。このお家にいません、なんと。で、今日は何をしてくるかっていうと、神風くんのお家に潜入して24時間、ご監視していきたいと思います。たまにいたずら殴ったりしちゃって、家でどんなことをするのでしょうか、彼は。ということで、早速、隠れていきましょう。こんにちは。どうも、白に擬態した C チャンネルです。こちら今回ね、ポンコツな神風くんバレなかったら僕の勝ちということで、はい、まずはね、今日は白色の壁に隠れていきたいと思います。見えるこれ、みんな、まあ、みんなは簡単に見破れるか。じゃあということで行きましょう。よし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 、おー、帰ってきたぜー。神風が帰ってきましたねー。さあ気づくのか。今ちなみにこんな感じになってます。テレビの横にこうやって、あっちには行きません。なんだあいつ、朝から泣いてる。朝から泣いてんだけど。夏休み、夏休みの宿題を9月にもやってます。やばい、やばい、バレちゃうかも。よし、見て、みんな今ソファーに擬態します。いいでしょこれ。あそこで宿題やってるのか、神風。うわ、でも俺こっから行けないからな。あっち神風がテレビ見るなりなんなりしないとこっちに来ないな。よし、全然バレてねえな。よし、決めた。あ、サーボロ、あ、サーボロ。サーボロって言ってる。冷蔵庫の中にはおいしいのようなたくさん入ってるからね。バレちゃうかもしれない、あんまり動いたら。あ、やばいやばいやばい、やばい、よい、近い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 。おお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 お殴ってみようかな。殴るよ、みんな。えい、え、え、毒入れじゃん。違うよ、足。うん、え、壁行きたい、壁行きたい、壁行きたい。よし、壁行った。バレてない。お、なんだ、こっち側もあったっけ。なになになに、ちょ、壁伝いに。おお、シャワー浴びてんのあれ。ちょ、俺も行こう。ああ、ちょっと待って、やい、どこが正しい。よしやー、あんまよく見られたら終わりだから、ここにおろ、ずっと。じゃあここで自分に使ってしまうんだぜー。神風、俺お風呂にいるのにバレてないんだけど。おーい、神風、ここにいるよ、俺は。シャワーつけちゃったりして。え、なんだちょっと、あれなのかもしれないね。止めるボタンがちょっと、弱っちゃくなっちまったのかもしれないね。うん、俺がつけてんだよ。よいしょ。ええ、見て、バレない。ほら、怖い、怖がってる、怖がってる。うん、怪しいな、さっきから。お、怪しんでる、怪しんでる。怪奇現象が起こっている気がするんだぜ。怪奇現象ではないんです、別に。俺がただ殴ってるだけです。ちょっとこれ、神風、やばい、あんま視界に入らないよ。これ2回行きたいな、俺。お、どこ行った。あ、あっち行った、あっち行った。じゃあこれさ、なんかこのおじさん2階もあるから2階ちょっと見るか。ああ、こうなってん、なんもねえじゃん、神風。ああ、じゃあわかった。ここで今回自分の色を変えてここにね、ずっといようと思います。24時間いるからね。まだお昼、もうちょっとのお昼か。でもじゃあここに隠れます。じゃーん。ちょっと待って、第2ミッションなんだけど、
色がちょっとこれは厳しいか。神風視点ではどう見えてるか分かんないけど、もしかしたらバレないかもしれないからね。よし、じゃあちょっとここに隠れていきます。緑になって、おっ、来る、来た、やばい、バレちゃうかも。今日はお昼寝なんだぜ。お昼寝か、ただのお昼寝だったな。じゃあもうちょっと待つことになるな。じゃあちょっと殴りに行こうかな、これうーん、えい、やべ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 やばい、目合ってる、これ。あ、これいきません、これ罠です、これ。寝たふりします、これ彼。これいきませんよ、僕は。起きるよ、もうすぐ。ふって。あ、起きる。言った通りや、ほら。ほら、今、フェイクでしたね。本当にやったか？あ、フェイクだ。めっちゃ頭見回してる。寝たふりもバレバレです。ちょっと撮影してほしいな、俺と一緒に。ピースピースって。あ、いびきバゾンと出してる。いきません。僕はいきませんよ。釣ってますよ。あこっち側見てる。まあ、ちょっとバレねえか、これ。いやいや、いかんとこ。おお、起きた。怪しいな、さっきから。あ、やばい。怪しんでる。なんだ？いや、さすがに怪しむよな。外にいるわけではなさそうだし。いや、これ、見つかりそうで怖いな、これ、ちょっと。え？お前か？知らん。お前か？隠れてるとかではないんだな。あ、防具来ました。これバレないんだな、これ。意外と意外とバレないもんなのかな。あ、え、なんだ、写真撮ろうっけ。あ、写真撮ろうって言ってます。あ、じゃあ一緒に撮ろうね、神風。はい、あはは、踊ってる。じゃあ俺もイエーイ、風だけ送ります。よし、撮れたかな。あ、やべ、写真確認してる。あ、あれあれ、やばいかも。写真だとわかんのか。いや、もう隠れてるよ、もう俺は。色違う、これ。やっぱりお化けがいるのか、ここには。お化けだろ。お化けじゃないよ。でも出てこいって言ってる。そう、塩まいとかいいね、またこれな。あ、塩塩まい、あ、塩まいって心霊現象なんだぜ。塩まいってる。回収だ、回収。こんなものよいしょ。あ、全然バレませんね。どうしよう。このまんま。あ、すいません、すいません。こっちでしたね、Cチャンネル。どうしようね。あ、ちょっとここにいるとあれだから、こっち行こう。ちょっと全然バレる気しねえからさ。なんか見ていきたいけどな。普通にちょっと神風に上から挨拶しに行こう。いや、やめよう。普通に隠れながら行こう。あ、なんかいる。え？すれ違ったぞ、神風が。なんか、やんのかな？ちょっと待って。とりあえず緑のまま行くけど、どこだ。あ、よし、普通にバレてない、普通にバレてない。やばい。お化け、俺お化けだと思われてた。よかった、なんか普通にお化けだったわ。いや、普通にバレたけどね、今。おい、よかった。いなかった。いや、いるけど。びっくりした、本当に。もうさ、バレません。緑と擬態してるとね、神風絶対わかんないから。さあ、何するんだろうな、神風って。秘密兵器を出すしかないようだね。秘密兵器？何？よし。え、待って。え、何あれ？え、ちょっと待って。え、秘密兵器。え、すげえ。あ、ちょっと閉めよう、閉めよう、ここ一旦。あ、石だ。あ、石の壁だ、石の床と。なんかすごいね。ここに地下室あった。すげえ怪しい地下室だ。神風がこんなの作っていたなんて。じゃあちょっとここにも俺侵入して、神風が普段何をしてるか調査していきたいと思います。じゃん、みんな見てください、石くんになりました。ここで壁石じゃないんで、ちょっと擬態しにくいと思いますが、地下はね石だったんで、このまま潜入していきましょう。よいしょよいしょ。おお、なんだえ、なんだ、なんか神風が、あ、なんかやってるわ。まあ、新築だしね。見て、みんな。お、
全然、え、すごくないこれ。全然わかんないよ、石。え、すごい。え、完全に擬態できてます。けい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 け、あ、やばい、あ、待って待って、危ない危ない危ない。え、あ、ピザ焼いてる、美味しそう。あれ、やばい、動いたらやばいかも、これ。あれ、やばい、やばいやばい、なんか持ってるぞ。おお、びっくりした。これ動いたら、あいつ今気づいたよな、俺の存在に。いや、ピザめっちゃやってる、美味しそうな匂いだこれ。おお、美味しそうなんだぜ。ジュージューいってる、ジュージューいってる。えっ、地面に置いた。落としちゃった。落としちゃった。落としちゃった。いや、泣くなよ、一人で。誰もいないから。すぐひどいってこと。すぐ、あー、なくなっちゃった。壊れちゃったもよくわかんないけどな。あー、待って、これバレ、やばいやばい、これ全然わかんないぞ、これ。すごくない、これ。みんな、さあ、カビカゼがピザ屋さんやってることわかったな。はい、お前たちは終わりの時間だ。終わりの時間、お前そんなことすんな。お前は次から来いとね。いや、動くな。俺は石、俺は石。お前か。ああ、お前だろ。お前なわけ。そんなわけないだろ。豚が殴るわけないだろ。あいつひどっ。お肉燃えちゃった。お肉も燃えちゃったし。いっか。おお、ちょっと。いや、動くな。あんまり。うん、あっ。おお、よかったー。あれ。ちょっと待って。え、閉められた。え、待って、閉じ込められちゃったんだけど。閉じ込められた。ダメだ、神風が次ここ来る時じゃないと怪しんじゃう。床壊れたらあれだからダメだね。じゃあちょっと、ここで待つの。うわ、お腹も空いちゃったよ。あ、やばいやばい、忘れ物忘れ物忘れ物。よーしょっと、ほらー、よーし、アンポンタンでよかったわ。カビガズが氷隠れて過ごすか。いや、にしても、よいしょっと、全然バレないな、カビガズから。んー、でもね、もう一個最後にね、試したいことが一個あるんだよね。もうこれはね、バレてもいいと思ってる、俺実は。だからそれにね、最後変身していこうかなと思います。もうこれお昼ご飯食べて結構もう夕方だしね。ということで皆さん、じゃーん、いや、近い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 、よし、こんにちは、土ブロックです。こんなに隠れられるわけないじゃんって思うじゃん。こういう、あの、核としていきます。いや、別にバレてもいいです。ということで、あー、ここにしようかな。ここに立ったろ。こうやって。植物らしく、こうやって。よし。俺は観葉植物。ここにずっと隠れていきたいと思います。あまり首も振らないようにしよう。よいしょー。あ、もう夜だ。危なかった、危なかった。あ、夕方、あ、夜だ、やばいやばい。もう夜なんてんだな。さあ、いつバレるでしょうか。今全然バレなかったしね、今。普通に2回行きました、今、神風。ん？おお。なんか今日はおかしいんだよな。おかしくあります。さっきここから明らかに危ないものが出ただろう。警戒してる。何か怨念を感じる。あ、ちょっと意外思いついた。夢言ってみるね。ここでも怨念を感じるぞ。ここでも怨念。ここにいるんだ。見て、バレてない、バレてない。俺これでバレないんだ。バレてない俺。えい、当たった。馬、俺。いった。いった。見た。あ、ちょっと見た。いや、一夜バレた、これとこな。あ、隠れた。隠れるんだよ。おい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 。
開け閉めしてる。なんだよ俺。お、来た。え？お。あれ？やばい。バレたか俺。とうとう。ないです。ないです、こんなもの。クソブロックか。あ、クソブロックの指示だ。じゃあこいつが目の前に来た瞬間動いてびっくりさせようと。あ、でもずっと警戒してる。ずっと警戒してるからちょっと。あ、なるほど、じゃあちょっと無敵になって動こう。じゃあ行きます。これよく見る。いやー待てー襲われてる。あー神がせー、ごめんよごめんよ、妖怪のせいじゃないんだ別に、俺のせいなんだということで、神がせのことを24時間家で観察していきましたが、検証結果は、怖すぎて家から出てきてしまうでした。ということで皆さんも家の中にこっそり隠れるときはちゃんとね、こういうことにならないようにしましょう。ということで皆さんさようなら。